帯に送った荷物戻ってきた。バルーンから有害物質で失明だって。何それ。バルーンが怖いんか人が怖いんか分からんね。今はちょうどいますけど。インタビューってさ、誰かと練習しないの？俺に聞いて意味あるかね。宇宙飛行士にインタビューって。そこメインだよ。さすがに俺やるでしょ。今日は残業かな。じゃあ行ってきます。今日は早く帰って来られると思います。あなたの夢は宇宙飛行士にインタビュー。それもですけど、今は記事を書くことですかね。嘘だ。みどりちゃんが言うのにそんなことしないでしょ。警察行きませんか。